ポルシェ911ポルシェ964964はポルシェ911の3代目モデルである。911は相変わらず北米市場での人気は高かったものの顧客数の増大は新たな要求を生み、それに応えるためにはアップデートが必要な時期に来ていた。さらにその後継者は911シリーズのイメージを継承する必要があり、 外観を大きく変えることが許されなかったため、1989年にデビューした964型は、930型のデザインを踏襲した外観をまとってはいるものの、80%ものパーツを申請するといった手の込んだ手法を採した。その結果、彼らボディの空気効力係数 CD コール0.32は当時としては優れた空力特性であり、 空冷エンジン搭載の911シリーズでは、最も低い値となっている。エンジンは、内径 500mm 四ミ 76.4mm で 3600cc に拡大され、圧縮比11.3で、ツインプラグ化され250馬力、6100rpm、31.6kgm 48、4800rpm。4WD に対応するため、 フロアセンターは高くなっているが巧みなボディワークにより見た目はわからないようになっている。リアスポイラーは電動格納式。ボディタイプは当初よりクーペ、タルガ、カブリオレの3種が提供された。特筆される変更点はパワーステアリングおよび ABS の搭載、サスペンションをトーションバースプリングからコイルスプリングに変えたことである。これにより リバウンドでのセット荷重が負荷できるようになり、現代的なハンドリングを得ることに成功した。彼ら4は、従来の RR の問題点を解決すべく959型で、得た技術をフィードバックする形で導入した4、WD であり、直進時や旋回時の安定性の向上に貢献している。彼らには911は、RR というマニアの要望を満たすべく1年後に、 発売されたに w d である。彼ら4よりも1 0 0ラム軽い車重を活かし警戒に走ることができる。また、彼ら2には、ティプトロニック AT を搭載したモデルも存在し、その後の自動車産業に与えた影響や、ユーザー層を広めた功績は大きい。964は、最後のセミトレーリング式、リアサスペンションと RR の組み合わせとなった。セミトレーリング式では、 イチキャンバーが崩れて、設置限界は993以降のマルチリンク式に劣る。一方で、イチキャンバーが一定の割合で崩れていくので、運転手がタイヤの設置情報を得られやすい微点もある。実験部門がリアサスペンション取り付け部を重点的にボディをチューニングすることで、創業時の356から伝統的に運転手を熱狂させてきた。 独特のトラクション感を体験できる最後のポルシェが964である。1992年に大きなマイナーチェンジを実施。サイドミラーがエアロタイプのミラーに変更され、ホイールもディッシュタイプのデザインから5本スポークのカップデザインホイールなどに変更された。ボディタイプとして百九十二年モデルからカブリオレターボールックが追加され、百九十三年に スピードスターが追加された。2010年代に入り世界経済が上向くと、当期の対象として964の取引相場が異様な高騰を見せるようになった。それまで元の彼らにで1万ドル程度だった相場が10万ドルとなった。本格的に964を補修すると10万ドル程度は必要であり、劣化状態の価格が完全補修状態の相場となったとも言える。 しかし 964RSR3.8 ターボ S に至ると一時は100万ドルに迫る高騰を見せた。ありがとうございます。